なんかあの KO 負けした時みたいに覚えてなくてちょっとびっくりします。で本当に気持ちいい選手だなっていうのは本当感じました。やっぱ、いい選手、素晴らしい選手だなって改めて思いました。子供の誕生日会って翌週に、はい、奥さんの誕生日やろうかって言ったら、私は試合で勝ってくれたらそれでいいよって言ってくれてだから勝たないとなって思ってました。そういう意味でもその試合前のインタビューでおっしゃってたように、こう、まあ、夫婦で勝つ、家族で勝つっていうのはそういうこともあったですか、ね、そうですね。やっぱり僕が勝つことが、ね、特効薬になればいいなと思ってましたし、なるって勝手に信じてますんで、はい、ありがとうございます。いや早く病気治して、まあ、いっぱいいろんなとこ行こうって話しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。